どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日は平野翔神宮寺雄太、対処までに荒稼ぎってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、ジャニーズ事務所を退所された平野翔さんと神宮寺雄太さんですけれども、まあ噂はね、いろいろ飛んでるので、まあ有,有効そうなものもあれば、まあこれは嘘なんじゃないかみたいなのを含めていっぱい出てると思うんですけど、今回はですね、えっとその対所に至るまでの話ですね。 でまあ私が言うまでもなくその何て言うんでしょうねこう対象が決まってからその前からもめちゃくちゃ売れていた方ですけれども対象が決まったことによってよりこうみんなで数字を作りに行くっていうんですかね思い出っていうことでいいのかなっていう形でジャニーズ事務所になんかこういう対象を作ってしまったジャニーズ事務所は腹立ってんだけど とはいえ彼らに何か思い出とかそれか数字っていうんですかね、まあ、そういうのをプレゼントしたいみたいな形に私には見えたんですけどまあすごいですよねですごい活動たくさんあってでその結果まあ皮肉なことにジャニーズ事務所荒稼ぎって感じなんですけどまあ今回はそのお金がねちゃんとね平野翔さんとかに渡ってんのかとかですねどんくらい稼いだんだろうかみたいな記事があた上がっていたのでそちらをご紹介をしていきたいというふうに思います。 はいこちら D メニューニュースさんの方にですね、えっと、週刊文春の記事が添載されていたので、こちらの方をご紹介していきたいというふうに思いますと。で、結局、平野翔さんとか、神宮寺裕太さんはいくら稼いだか、みたいな感じですね。まあ、えー、と5月22日に、まあまあ、ブログに最後のメッセージを平野翔さんが語り、そうですね、0時ちょうどシンデレラのようにブログはホームページから突然と姿を消したのだったっていうところでね、 ここだけちゃんと仕事すんのかみたいな <laughs>。もうそういう話も上がってたような気がしますけど。で、えー、っと、平野がブログアップするとホームページにアクセスが集中しサーバーが一時ダウンしましたってことでタイミングが合わず見られなかったファンもいたようですと。まあよく考えたらそうですよね。だから、まあ、普通は残しとくもんですけどね。で、ある程度時間経ったら削除するはわかるけど、まあものによってはそのままずっと残しているブログとかもありますけどね。はい。 ね。<laughs> で、えっ、ー、と、そしてグループ脱退と同時に退所した平野と神宮寺は日付が変わると同時に事務所のホームページ消えただがということで、まあ、それ以降も一部の広告は継続して放映されているということでね、まあ、お二人ともまあイケメンですわね。はい。で、で、国民的彼氏の神宮寺とセンターの平野よりということで、はい。で、えっ、ー、と、キンプリ5人で,で出ていた、 ホンダの広告はもちろん、平野が出演していた、後世コスメポートとキッコーマンの広告も終了と。ただ、P&G の消臭剤、特化ボシロムジャパンのコンタクトレンズ、そして、神宮寺の、えっ、ー、と、久光製薬のアレルギー薬の広告は今も継続中なのだ。一体なぜっていうことでね、これも私一回取り上げましたけどね、外資系企業は言うこと聞かんっていうか、別に契約通りやってるとか、いろんな説が飛んでましたよね。はい。 で企業は通常新商品の販売時期に合わせて半年や1年など広告期間を決めますとその期間彼らの対象後も続いていたということでしょうとで出演料はタレントではなく、えー、事務所に契約時入ってると思われますとで対象した彼らがジャニーズ事務所にもたらした遺産はこれだけではないと、えー、昨年11月の4日脱退対象発表後に発売された CD やコンサート、DVD などがのきんみ売れに売れまくってると。まあ、そりゃそうでしょうね。うん。えっ、ー、と、そして、えーと、シングルですね。まあ、その後のシングルに至っては初、初週で約80万枚売り上げ、ミリオンセラーに到達と、タイムリミットに向け、ファンの教しへの情熱は激しさを増したっていう感じですかね。はい。 で、えっ、ー、と、さらにデビュー曲のシンデレラガールのファンは、あのファンは、えっ、ー、と、ミリオンセラーに押し上げたいと追加で購入っていうことでね、すごいですね、おいでれら、おいでれら現象でしたっけ。で、結局、えっ、ー、と、1月23日の時点で82.7枚だったのに、5月15日にミリオンを突破しましたって感じで、まあ、出てしばらく経ったってやつではなくて、 出てから何年も経ったやつがすごいですよね。18万枚以上だからこれね。脱退を発表した頃でいうと、下手すると80万切ってたかもしれないですよね。だからす,すごいですよね。<laughs> はいで、えっ、ー、と対象発表以降、キンプリ等の売り上げを計算してみると、まずえっ、ー、と cd や dvd ですね。に。まあ、月読みなど以外にもシングルは108万枚と。と で、アルバムも、えー、約140万枚といずれもミリオンと。で、四大ドームで、えー、開,かせ開かれたコンサートツアーの DVD は、えっと、1ヶ月で66万枚ってことで、まあ、とにかく大体約152億ということですね。すざまじいですよね <laughs>。これだけで152億ですよね。すごいですよね。しかもな、これジャニーズ事務所に行くんやね。で、 そして公認カレンダーも売り上げを伸ばし、まあ、20年の16万,16万部以上売れ,売れたと言われていて、まあ、それがだいたい4億ということ。それプラスファンクラブの会員ということで、脱退発表前は95万番前後だったのが今100万台ということで5万人増えたと。で年会費は入会期合わせて5140円。ファンクラブの増員だけで2億5000万となりますということで。 すごいですね。で、これらを単純に合計すると、半年間で158億5000万っていうことですね。まあ、それ以外にも出演料とか、それから、えっ、ー、と、別で言うと、ドラマの DVD の売り上げとか、まあ、いろいろ足すときりがないですよね。で、YouTube 収益は含まれていない。どんなによ、 少なく見積もっても160億を優に超えると見られてるということでまあグループとしての活動なんでねまあ単純にこのお二人のまあ当然あの力だけではないんですけどまあ辞めるのが決まってからまあ稼いだといいますか売り上げた金額がまあこんだけいってるっていうことでねまあ実際はジャニーズ事務所が計算したら200億とかねまあそういうのいくかもしんないけどまあ まあ、もっと言ってるかもしれないけど。うん。ね。あと、ファンクラブとかも、別に、その、増員分だけじゃなくて、まあ、今まで入ってた人の計算したりとか、まあまあ、いずれにしてもなんかすごいなっていう話ですよ。<laughs> そう。で、 まあだから、これ、先ほどの記事曰くな、なんて言うんでしょうね。まあそういった CM 等々もお金になるから継続してんじゃないかみたいなのもあるかもしれないけど、まあどっちかというとそうじゃなくて、やっぱスマップさんのね、やっぱあの、見てたらわかると思うんですけどね。なんか、まあお金よりも私の情みたいなっていうのが、うん、まあでも当時のミリーさんがいないわけじゃないんでね。で、割とジュリーさんっていうのは合理的な人っていう意見もあるので、 まあなんかそれが足して2で割ったみたいななんかそういう動きのようにも見えますけどね。はい。という形でね。いやーなんかね、でもなんかこうよく聞くのはジャニーズにいる間はそうやってたくさん売り上げられるんだけど、まあ出たらそうはいかないよみたいな話もあって、まあ、その辺はちょっとど,どうなっていくんでしょうかね。まあ新たなスタイルが出てくるのかわかんないけど、まあただ、 そのやっぱり海外の話を聞いてるとこれがなんか桁が結構違うんですよね。まあまずなんか桁が一つ違う数字とかなので、まあ、そういった意味において彼らがまあまあ日本国内でだけで戦ってるとひょっとしたらジャニーズ事務所にいた時の方がまあまあそれなりに数字売り上げという意味の数字ですね、えー、が上がってたかもしれないけど、まあ、軸足を世界に移していった時に。 あのまあ、人口が違いますからね。だからそれで売れ始めたら、もう桁が1つも2つも変わってくるというようなお話で、そうなってくると、これから個人事務所になるかどうか分かんないですけど、もう当然、フィーはジャニーズ事務所にいた時より増えてるから、まあ、それなりにたくさんもらえるんじゃないかと思うんですけどね。でもこれなんか、その <laughs> 売り上げのどんくらいが利益か分かんないけど、まあ、利益率めちゃくちゃ高いですよね、この商売ね。だからそう考えてったときに、 平野さんとか神宮寺さんとか、まあ別に残ってるね、お二人とか、あるいは岸さんでもいいんですけど、ちゃんとタレントに金渡ってんのか問題っていうのはちょっと気になりますよね。なんか、昔はかなりぼったくってて、田原俊彦さんがこの間、えっと、YouTube チャンネルで、なんかほとんどもらってなかったみたいなね、いうことをおっしゃってて、だけど、生活は豪勢 車買ったりとかね、なってて、それはどういうことになってたかっていうと、なんか、印税は結局、ちゃんと個人に入ってくるから、過少印税っていうのだけでも、すざまじい金額入って,てきたって言ってるんですよね。だから、まあ、ある種、<laughs> 当たり前といえば当たり前で、個人の印税のだ、だ印税分だけは、 それはちゃんと払うっていうか、そういうルールだから入るけど、それ以外ほ,ほとんど払ってないってすごいですよね。まあ、その後、なんかいろんな人が少しずつ交渉していく中で、まあ、田原俊彦さんも交渉したらしいんですけど、それによって給料が良くなり、まあ、その後、連綿と続く方々が一生懸命交渉したことによって、まあ、割とかなり、まあ、マシにはなってるようですけどね。だから、まあまあ、お金のめ、まあ、ジャニーズは結構私批判してますけど、お金については、まあ別にね、かなりぼったくってはいるでしょうけど、 本人たちがまあ生活する上においてまあまあ何て言うそれなりに納得するぐらいの金額はもらってんじゃないかなってイメージですけどね違うのかな <laughs> ここなんかいろんなこと言ってる人がいるのでなんかこう中居正広さんとか井村拓哉さんとかこうトップクラスの人たちの金額時々出てくるじゃないですかあれがすざまじい金額なので私が騙されてるかもしれないですね若手は我慢しろとかっていうことで 年収1000万あればお前と同い年の連中よりもらってるだろうみたいな感じでやってるかもしれないしね。まああとは、えっと、結構 CD がたくさん売れたので歌唱印税がそれなりに入ってるかもしれないっていうことですかね。ただやっぱり田原敏行子さんは1人だったからねそれなりに入るけど5人いるんで5等分なんでそれはどこまで、ね、入ったんでしょうっていうこともありますけどね。うん まあまあ別に彼らがそんなにお金を欲しいっていうよりはなんか見てて思うのはなんかあんなに頑張ってる人たちのお金というかこの人事務所のせいでああいうことになってるのにこの人たちにお金入るんだっていうのがまあ多分納得いってない人が多いんじゃないかなっていうまあまあそういう話でもあるかなっていう感じですかねはいまあいずれにしてもなんか本当にこれから出てくる方々はそういうのみんな見てるしね だから本当にもうタレントに渡るフィーっていうのがそれなりにまあかなり上がっていくんじゃないかっていうのはこれからのなんていう世界線じゃないですかねはいまあというわけで今回はそういったまあ割とあのお金の話をさせていただきました以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね